皆さんこんにちは、ダンクマンヨシです。というわけで今回の動画はウォリアーズについて、このオフシーズンいろいろ結構と変わったということで、果たしてあの黄金期のレベルに戻すことはできるのか、今回はその辺にもフォーカスしながら見ていきたいと思います。これでこのシリーズにおいてはレイカーズ、サンズ、ラプターズに続いて4チーム目ということで、結構コメント欄でもウォリアーズを見たいっていうのが多かった気がしたんで、今回はこれにしましたが、これら以外でも見たいチームがあったらコメント欄で教えてください。そしてまだ登録してない方はこの際登録してくれると嬉しいです。それでは本題です。まずは初めにウォリアーズの昨シーズンについて振り返っていきましょう。彼らはシーズンの成績は39勝33敗の勝率は 54%、 第8位でシーズンを終えましたが、プレイイントーナメントにてまずは7位のレイカーズに3点差で負けて、その後も勝ち上がってきたグリズリーズ相手に5点差で負けてしまい、ここで彼らの昨シーズンは終わってしまいました。本来だったら8位に入ってるウォリアーズはプレイオフには行けていましたが、このプレイイントーナメントで勝ち上がってきた9位のグリズリーズに負けていけなかったことで、試合後にエースのステフィン・カリーもかなりショックを受けていた感じが印象的でした。ということで次はウォリアーズのこのオフシーズンの動きについて見ていきましょう。まずはサッタ選手から。一人目はケント・ベイズモアで、彼は FA でしたがレイカーズと契約。そしてジョーダン・ベルもフリーエージェントになって、ニコマニオンもフリーエージェント、そしてケリー・ウブレイ・ジュニアもフリーエージェントでしたがホーネッツへ移籍。そして最後にエリック・パスカルはトレードでジャズへ移籍。それでは次は逆に新加入してきた選手。一人目はネマニア・ビエリツワ。彼はマイアミヒートから移籍。二人目はクリス・チョーツワで、彼はネッツから移籍。そして三人目はアンドレ・グダーラ。彼は2019年までウォリアーズでプレイしていましたが、その後グリズリーズ、マイアミヒートと移籍して、この度ようやくウォリアーズへ戻ってくることができたと。そして次はジョナサン・クミンガ。彼は今年のドラフト第7位でウォリアーズから指名。そしてこのモーゼス・ムーディも今年のドラフト第14位でウォリアーズから指名されました。そして最後にこのオット・ポーター・ジュニア。彼もマジックから移籍。以上6選手がこの度ウォリアーズに加わったと。そして再契約した選手はステフィン・カリー。彼はこの度4年約215億円の契約更新を行ったと。とまあ以上ウォリアーズのこのオフシーズンの動きはこんな感じでしたが、やっぱり気になるポイントは以前までプレイしていたイグダーラの復帰。そしてクレイ・トンプソンもこの2シーズンプレイできていませんでしたが、今年のクリスマスゲームで復活する予定ということで、これでだいぶあの黄金期の頃のウォリアーズに戻ってきましたよね。まあもちろんケビン・デュラントはいないんですが、おそらく一番近いのはあのシーズン最多勝を達成した2016年のシーズン。彼らはこのシーズンに NBA 記録となる73勝を挙げましたが、この時のメインロスターで今と被ってるのがステフィン・カリー、ドレモンド・グリーン、アンドレ・イグダーラ、ケボン・ルーに、そしてクレイ・トンプソンと、まあまあ戻ってきてますが、今この当時スタメンだったハリソン・バーンズの代わりにアンドリュー・ウィギンズ、そしてアンドリュー・ボーガットの代わりにジェームス・ワイズマンな感じですかね。あとショーン・リビンストン、彼も大きかったですよね。それでは次はいつも通りスタメンの予想。ポイントガードはもう言うまでもなくステフィン・カリー。昨シーズンは MVP の候補にも入っており、平均得点は32点で、ここは NBA 第1位。シュートの成功率は 48.2% で、3の成功率は 42.1%、 そしてフリースローの成功率は 91.6% でした。平均リバウンドは 5.5 本で、平均アシストは 5.8 本、平均スティールは 1.2 本でした。現在年齢は33歳ですが、スタッツ的にはもう文句のつけようがないですよね。そしてシューティングガードは開幕こそは間に合いませんがクレイ・トンプソン。ここに関しても最近彼はメディアで絶対にやってやると、そういったことを言っており、やっぱり大好きなバスケが2年間もできなくて、今年こそはやってやるっていう気持ちは相当強いかと思います。そしてスモールフォワードはアンドリュー・ウィギンズ。昨シーズンの平均得点は 18.6 点で、3の成功率は 38%、 平均リバウンドは 4.9 本で、平均アシストは 2.4 本と。でもまあこのオフに結構ロスターも変わってるんで、その上でどのように活躍していけるのか、その辺にも注目ですね。そしてパワーフォワードはドレモンド・グリーン。彼は昨シーズン平均得点は7点で、平均アシストは 8.9 本、平均リバウンドは 7.1 本でした。シュートの成功率は 44.7% で、3の成功率は 27%。ここちょっと低いですね。まあこのようにスタッツこそはそんなに目立たないんですが、ステフィン・カリーも常々言ってるように、彼は数字以上にチームに貢献している力があると思うので、そのリーダーシップとか、渡辺選手と同じくディフェンス、やっぱりその辺が彼の強みなんで、来シーズンもその辺ができるかどうかが注目ですね。そしてセンターはジェームス・ワイズマン。彼昨シーズンそんなに悪いっていう印象はなかったんですが、怪我がちょっと気になりましたよね。彼はシーズンを通して39試合に出場して、平均得点は 11.5 点、シュートの成功率は 51.9% で、3の成功率は 31.6%。 この3が打てるってのもポイントですよね。フリースローの成功率は 62.8% で、平均リバウンドは 5.8 本。ここもう少し欲しいですよね。平均ブロックも 0.9 本、ここももう少し欲しい。とまあ来シーズンのスタメンに関しての予想はこんな感じで、次はベンチを見ていきたいんですが、
やはりシックスマンは復活してきたイグダーラにね、期待したいですよね。彼もスタッツこそはグリーンと同じくそんなに目立ってきてなくなってますが、やっぱりそれ以上に彼の経験やディフェンス、そういった部分での影響力はまだかなりあると思うんで、あとはやはり以前このチームでプレイしていたってこともあって、初っ端からやっていきやすいっていうのもかなり大きいと思います。あとはネマニャ選手、彼はセルビア出身のビッグマンで、一応スリーポイントも打てると。そしてあとはルーキーのジョナサン・クミンが、彼はこのサマーリーグ4試合において平均得点 17.2 点、シュートの成功率は37% で、スリーの成功率は 28%、 平均リバウンドは 6.2 本で、平均アシストは2本、平均スティールは 1.5 本と。彼確かこのサマーリーグですごいえげつないクロスオーバーからのダンクありましたよね。だからまあハンドリングもまあまあできると。ポジションはパワーフォワードだから、おそらくグリーンの控えとなってきて、またグリーンの弟子がジェームス・ワイズマンに続いて増える感じですね。あとはフワン・アンダーソン、彼もフォワードの控えということで、オット・ポーター・ジュニアね、彼がウォリアーズにどのようにハマってくるかっていうのが気になりますよね。まあ彼の強みはスリーポイントということで、ここ近年はずっと成功率が 40% を超えていたんですが、昨シーズンはマジックで 36% に終わってしまったということで、この辺を挽回してほしいですよね。あとはケボン・ルーニー、彼は昨シーズン結構怪我に悩まされていましたが、彼はビッグマンの控えになると。そしてあとはガードの控えとしてはデイミオン・リー、新しく帰ってきたクリス・チョッツァ、ジョーダン・プール、あとはルーキーのモーゼス・ムーディ、彼もこのオフシーズンサマーリーグに出場しており、彼が残した平均得点は 16.2 点、シュートの成功率は 44.4% で、スリーの成功率は 37% でした。でもこうしてみるとウォリアーズはガードの控えをもう少し強化したいところですよね。みんなが他の動画のコメント欄でアイザイア・トーマスを入れた方がいいっていう理由がようやく分かってきました。そして最後に来シーズンの予想、正直あの2016年ぐらいの実力を出せるかと言われると少々厳しい気もしますが、間違いなく昨シーズンよりかは強くなるかと思います。まあ一番は何と言ってもやっぱり怪我に皆さん気をつけてほしいということで、特にクレイ・トンプソン、かなり最近ちょっと怪我しやすい傾向があるんで本当に気をつけてほしいですよね。あとのポイントはやはり2年目のジェームス・ワイズマン、彼がどれぐらい成長できるのか、そしてルーキーのジョナサン・クミンガあたりもね、彼の成長もかなりチームに影響するかと思います。そしてウエストの他のチームとしてはイーストと同じく本当にまた強いチームが多いですよね。もう間違いなく入ってきそうなのがこのオフシーズン大補強を施したレイカーズ、前回レギュラーシーズン1位のジャズ、昨シーズンウエストを制したサンズ、この3チームは硬いですよね。そしておそらく次に来るのがデンバーナゲッツ、そしてクリッパーズもカワイがいつ復帰できるかにもよりますが、おそらく8位以内には入ってくるかと。そしてウォリアーズ、彼らはこの3位から6位ぐらいの位置に入ってくるんじゃないかと。そしてあとの2つの枠をマーベリックス、ブレイザーズ、グリズリーズ、あるいはスパーズ、ペリカンズあたりで争っていくのではないかと。はい、というわけで今回はウォリアーズを見ていったんですが、皆さんはウォリアーズの来シーズンどうなると思いますか？あなたの感想をコメント欄で教えてください。そして今回も楽しんでもらえたら高評価お願いします。はい、という感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。